はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。ロード・オブ・ワルキューレ・コロロに釣られて、ジェネシードをプレイしてみた結果。あんま好きなタイトルじゃないんだけどね、そういうのね。まあ、わかりやすいかなと思って。とりあえずですね、まあ、ちょっとね、コメントの方でもおすすめされたんですけど、まあ、このゲームと、これ言っちゃっていいのかな？関連が あるかというとないんですけど、ロード・オブ・アルティエで関連で言えばね、7プリっていうのがね、これから出るということで、それに先駆けてというか、せっかくなんでね、実際このゲームちょっと気になってたので、せっかくなんでちょっとプレイしてみようかなと思うわけですけども、果たしてどんなゲームなのか。ゲームスタートについては、ご利用のブラウザによって起動に時間がかかるエラーが発生する場合がございます。ほんほん。その場合にはブラウザのキャッシュクリアをお試しください。なるほど。改善されない場合にはブラウザを64ビット版 Firefox や、64ビット版 Chrome。 あ、それ私の Chrome って何ビット版なんだろうね。Android スマートフォンをお持ちの方はアプリもぜひ。あ、アプリもあるんだ。へえ。ちなみにこれって全年齢版かな？あ、っていうか、なんかずれとるな。ずれてるわ。しまったわ。録画範囲が。こんなもんか。いいでしょう。さて。で、イベントが10月2日までみたいですね。下に書いてあります。ちょっと映ってないけど。このゲームは BGM と音声が再生されます。音量をオンにした状態でゲームを開始してもよろしい。もちろんです。ないと寂しいからね。おー、ナビーちゃんがいます。おー、この BGM、ロード・オブ・ワルキューレの BGM。 そしてちょっと音量が多分でかそうなんで、いじります。こんなもんかな。そしてね、20ぐらいでいいんだよな。いや、15にしとく。夏い BGM が流れてますよ、皆さん。ロード・オブ・ワルキューレやった人からするとくすぐられますね。画面全体表示で、いや、全画面フルスクリーンである必要がないかな、今のところ。DMM ゲームス。しまった、ボイスが結構でかい。 あら、また有楽園をこの世界に、著作権に取り戻すまで。これは BGM 音源だ、別に。はい、オープニング見ますか。ジェネシード。しかし、ある日、厄災が現れたことになる。なんか読むとこあった？読むとこする。グランドマスターの選択、この旅役に努めてみせよう。おい、また振り役は慣れているわ。ここにやってあげる。かわいい。かわいい。マジがいい。かわいい。RPG みたいな感じだな。それがタクトが好きだよ。すいません、タイトル読むんだ。ごめんなさい、すいませんでした。余計なことしました。ジェムリシード、どんなゲームなのか楽しんでいきたいところですが、果たして。ワルキュール・オブ・パライス・ロスト・オーフ。なんかもうちょっと読みたかった。で、あ、なんか録画範囲が 若干この右側はみ出てるの気になるね。まあ、しゃあない。これは予定外だった。で、まあ、オープニングというか、最初のまず、主人公が男の子で、ですよね。騎士様的なのがいいと。最初に聞こえたのは悲鳴。なぜこんな辺境の村まで祈りが来るんだ。早くあいつを連れて逃げなければ、神々出させん。連中は女子供も容赦しない。見つかればそれまでだ。それは、鬼畜の所業。だから早く。スター、マスター、マスター呼ばわり。どうも、私がマスターです。いきなりマスタースタート？なんか異世界的なストーリーなんだっけ？自由都市、銀行、森林地帯。うん。
おう、セリフは読み上げるわけじゃないのかな。すまない、完全にね言っていた。おう、かわいいじゃないの。これはリーゼルちゃんっていう子でいいのかな、男言葉の感じの。うん、女の子の場合さ、読まんとこかな。そんな二人が休んでから見張りを悪がする。どうしたら。ああ、完全フルボイスではないんだね。なるほどね。うん、このなんか一昔前と言っちゃ言葉悪いな。うん、なんだけどこうちょっとしたセリフが入るみたいな、あのたまにでもあまり関係ないセリフ出るときあるからうんってたまになるんだけどね、この類は。まあまあまあ、うん、セシルちゃん、なんかセシルちゃんってなんか見覚えある気がするんだけどな、気のせいかな。うん、まあ主人公のセリフは読んでませんが、まあまあ、でもむしろここは重要じゃないの。いや重要じゃないってちょっと怒られちゃうけど、私としてはロード・オブ・アルティウレルのコラボのところに早う行きたいから。うん、これは完全にまずこのゲームがどんなゲームかっていうところですよね。うん、まあ、それをすっ飛ばしてしまうのも、まあ、いかがなものかとは思うんですが、うん、まあ、むしろオープニングの完成度が、オープニングというかムービーの完成度が高くて、まあ大体ちょっとしたシステムとか、まあね、世界観はある程度つかめたんじゃねえんですかね。私この子好き、めっちゃ可愛いねこの子。うん、あのこの子まだ名前が明かされていないが、うん、異能者が危ない。帝国っていうのが多分敵なんでしょうか、そんな感じなのかな。うん、うん、あんまり読んでなかった。 絵の話ってあったっけ。ごめんごめんって。早く私はワールド、ワールド、ワールドじゃないけど、まあ、スキップという素晴らしいものがあるんだが、まあまあまあ。主人公は異能者サイドなんだよね。だから帝国が敵みたいな感じなのかな。やーん。やーん。なんか気になるんだよね、このちょっとあの、これ私としては逆に、まあでもあった方がいいって意見もあるか。フルボイスじゃないんだったら別にいらないっちゃいらない気がしなくもないと思ってしまうから、それは申し訳ない。しかもこのあるかないかっていうさ、ところどころ入る感じどうなんだろうな。まあないと寂しいっていう気もしなくはないけどね。あんま批判的なことは言ってはないんだけどね。あくまでも一個人の意見です。まあ可愛らしさもあるけどねっていう。あら、なんでしょうかと。あら、問題児か。うわー、おばさん、おばさん、さっき親切にしてくれた雰囲気あったのに、悪い人や。めっちゃ早口になってそう、ここ。私はとにかく出して、とにかく出して、とにかく出して、ってめっちゃ言い訳してもらいますけど。拒否権はなぁ。ここは誰ですか、主人公を芝居だ。あ、違う。この子はやった。あ、ちょっと動いてるね。いいですね。なんか多分認識があるんだろうね、なんかね。キャラクターが可愛いね、このゲームね。サラダがとてもいいですね、可愛らしく。なんか来たー、なんだこのクマは。どっから来たね。どうしてこんなところにクマが。真っ当なツッコミが入ったが。編成の便器のユニット編成だ、ユニット体感。あ、青龍ちゃん、青龍ちゃん、青龍ちゃん。青龍ちゃんだ。はあ。入れ替えは可能。敵とのご先生、ご指示を。おうよ。バトルでユニットのやつメダルを3枚してて、なんのこっちゃ。なんかあれかな、なんだっけ、ドラゴンボールの昔あのカードみたいのを選んでやるやつのイメージよろしいですか。すげえ古い、超秀才やしんかなんかみたいな。あーにこれわからん。テクニック、ブレス、パワー、ブレス、パワー。これは誰に対しての、あー、今回キャラの顔が書いてあったわ。どれか選ぶってこと。ああ、これは順番か。順番を決めるだけか。これさ、溜まってる値が一緒やね。分からんから。何一つ分からんから。あえて逆順。クマから殴る。あ、待って、あ、違う。3人、あ、そういうことか。
ああ、なるほど。この中から3個っていいんだったね。なんだ、1人のキャラが持ってる中からどうこうじゃなくてか。いや、クマばっかり殴っちゃったわ。ごめん。これはさ、一番強い人に殴らせたらええんちゃうのっていう話じゃないのかな。やったー、めっちゃ硬いけど。おぉ。メデルを使用したことでバーストゲージが溜まりました。バーストゲージが溜まって、より強力なバーストメデルを使用してこうよって。なるほど。早速バーストメデルを選んで敵に攻撃してみましょう。さっき殴ってない3人が溜まったと、そういうシステムなのか、逆に言うと。逆にさっき、準備はいい？クマに殴らせたことが良かったのかもしれない。断りを超越し、分からない。援国の権限を渇望するものなり。めっちゃ喋る。クロスノーバー。クマも一緒に攻撃する。最初から結構ダメージ数が高いです。ピアーズを放っていく。効果音はない。ただし効果音はない。クライムハートオーバードライブ。あえて SE がない仕様なのかな。それともあーでもなあるな、あるはあるか。なるほど。俺何、なんか早送りでもした。私今生触ってないからね。カミーラ様セクシー。これ完全にこのゲーム用の新規イラストになってる感じかな。いいですね、これね。うん。早くピコちゃんが見たい。これ結構あれかな、やっぱチュートリアルが。あれ、まあこのゲーム、こういう類のゲームは、やっぱ最初結構世界設定をね、うん。まあ表現しなきゃいけないので、そこそこお時間かかるかな。うん。もう10分過ぎてしまった。ちょっと待っていくね、ごめんね。うん。で、逃げよう。で、この謎の少女が仲間になるという流れでよろしいですかね。メインヒロインはこの子なのか。まあ、実際この子可愛いよね。めっちゃ可愛いと思う。旅の少女か、謎の少女じゃない。ほんで。え？あ？転送されたみたいな感じ？あ、今飛んだのか。そういう技があるんだね。帰還。まあ、ルーラみたいなもん。ルーラしました。まあそうね、知らない人からすると安全性はないよっていう。あらーん。転移がね、そんなんされたらビビるよね。確かに瞬間移動を味わったことなんか人間はないからね。知らない人からしたら恐ろしいやだね。来たー。なんかしっとりした人がしっとり。話せ。主人公は完全にマスターなんですね。とあなたが私のマスターか。深呼吸大事。イリスさん。ここでみんなの説明会。オルレアちゃん、オルレア。よろしく。失楽園。名前が。ああ、でも異能者っていうのは世間で追われる存在やから、こういうところには必要なの。避難場所が必要だ。なんか多分世界観あれかな、なんかね、あのロード・オブ・ワルキューレだと、なんかワルキューレを探していくみたいな、で仲間にしていくみたいなストーリーだったから、確かに感じるとかは似てるかもしれない。で、異能者としてワルキューレが仲間になるよみたいな感じだとしたら、まあ違和感はないよね。瞬間移動体験してるからね、もはや信じざるを得ないけどな。そうね、理由大事よ。何のために。なるほど、それはまずいね。異能者だからじゃない。正解、簡単。それは良くないね。溜まるまでマジックポイントが足りない。
じゃ座標とかはいいんだ。なんかとりあえずどこでも飛べるんだったらすごいね。めっちゃ便利じゃん。それとも一度行った場所ならいけるかな。やっぱルーラと同じ概念か。うん。ティッタ。確かにその通りだよ。まあこれはいい出会いだよね。異能者を救ってくれる団体との出会いですからね。誰視点で見りゃいいかなっていうところあるけど、いや結構なボリュームですね。しかし結構ボリュームあるな。どこまで行くんだろう。助けるとこまで行くんかな。待って、これもうそのままメインストーリーが始まっちゃってる。これもしかしてどっかで止めたらいいんかな。なんかさ、なんかそのメインが、あったー、ガチャか、ガチャか、これガチャかな。なるほど、まだやっぱチュートリアルだなこれは。どう見ても、まあでもとりあえずホーム画面っていうのが現れたな。早くホーム画面でとりあえず自由に動けるようになりたいわ。あ、来たー。なんかもうある。これピコじゃね、ピコじゃね、ピコじゃね。ファミリーダさんはピコ。はあはあはあ。で、なんか、セイリーはイベントで手に入るっていうね、コメント教えてもらったんだよね。これしか選べないな、どうやら。これさ、待って、私は。待って、ちょっと待ってね。これ聞きたい。ロード・オブ・アルティューでコラボ聞きたいんだけど、ダメ？で、このプレミアムガチャしか聞かせてもらえないようだな。ナウローディング。ガチャ演出、初めてのガチャ、ドキドキ。これ演出どうなの？強いの弱いの全くわかんないけどね。お、全くわかりません。強いのか弱いのかもさっぱりわからん。あー、金が1個ある。これでも確定なのかな多分。うお、眩しい。あー、かわいいね。このゲームキャラクターかわいいね。めっちゃキャラクターかわいいね。SR だし、レア SR、SR 銀が SR か、で金が SSR かな。はあはあはあ。へえ、これがレアですね。最低リアリティがレアなのかな。ダブったな、おい。いきなりダブるんかい。まあいいでしょう。ティン。からの、おお、SSR。特に出るときの演出は変わらないんだね。この引きが強いのか弱いのかも全く分からない。コーティーだ。あまり我の力に頼るなよ。いいね、帽子ついてんだね。でレオーネです。この格好は魔女だからで、確かに恥ずかしい格好な気がする。ペネロペ、ペラム家の執事だ。この服装見覚えが。騎士官。私はエメラダ。末永くよろしくね。みんなおっきいね、シンプルに。ステラよ、追われてる身だけど世話になるわ。おお、体験使い。エレナと申します。どうか末永くおそばに。大きいね。私はフランカ、よろしくね。おう。アナスタシア、参りました。大きいね。土系天才魔導士ティアナとは私のことよ。ゆで大きいか。私はアデライン、魔導士崩れの流れ者だ。よろしく頼む。この子はどんぐらいだったって、どこを見とんねんって話なんですけども、はい、ちょっと気になるよね。というのでイリスさんとかはまあ程よいバランス。何の話をしてんだってね。ああ問題ない、大丈夫だ、問題ない。執務室、これでもう一通り、これで一応ここから動かせるようになるのかな。でコラボのやつが、とりあえずこれはコラボガチャ引いてちょっとコラボイベント触ってみたいなという気持ちだよね。嘘。ただ言うてね、ちょっとね、やることがいっぱいあるんでね、ちょっとこのゲームはどこまでやれるかちょっとわかんないですけど、ただでもこのイベント中はちょっと触ってみたいなという気はします。あとはまあどんな感じか、ゲームシステムが気に入ったら末永く遊んでいきたいですけどね。あ、よく見たら結構あれだよね、メインパーティーは割とみんなささやかというか、ほどほどのあれだね。そうだね、いいと思うよ。雲は強いな。ああ、弱体化してんだ。いいのだろうか。
確かにな、自分でも自分でやろうとする癖は私もあるんで、すごくわかるよ、うん、あんま人に任せておきたくないっていう気持ちがね、あるからな、そういうのは良くないんだろうね、難しいよね、でも実際一人でできることで限界あるからねっていうのはあるよね、なんだこれは、リーゼルちゃん SSR なんだ、プレゼント、どういうことプレゼントってああ、プレゼントあげるってことか、お前いいやつだな、信頼度 100% 上がった、これにより何が起きる、ステータスが上がる、エピソードが解放される、なるほど、信頼度エピソードみたいのもあるよということですね、なるほどね、ステータスがアップして特別なエピソードを閲覧することが可能と、なるほど、おっ、てか待って、このゲームめちゃめちゃロード・オブ・ワルキューレみたいだな、今の画面、ちょっと待って実はあれ、これどこが作ってんだっけ、まあ DMM さんのあれ、でもただスタッフさんは違うのかな、わからんけどね、これ何、特別エピソード流れちゃってる、もしかして、あ、違うか、すごいなんかロード・オブ・ワルキューレに既視感があるんだけど、てかそうか、あれがコラボ中だからか、コラボ中だからかな、背景がロード・オブ・ワルキューレじゃなくて、なんでユニット編成、ミッション確認ね、それミッションをこなしていく、99プラス、えらい数やけど、はい、オッケー、これで全部やり終了かな、オッケーオッケー、音がない、あ、音ないな、あれ触れないんだが、どこ触れる、ああなるほど、今何か ローディング違ったのか、2日目にログインするだけで URL 確定する、はあはあ、親切、だからスタートダッシュ感はあるのは、その新規勢としては嬉しいやつだよね、はい、こちらプレゼントですね、来た来た、1週間とりあえずログインしようって感じか、騎士様ね、これをどうぞ、私よろしければ使ってください、騎士様、初心者応援ボーナス嬉しいですね、 SSR 以上が手に入る2週間で、これもやる価値あるね、あーピッコいる、ピッコ、ピッコピッコ、これはステップアップだからあれか、まだギャリーエスじゃなきゃなんだっけ、青龍が手に入る、イベントボックスガチャを回して、 SSR 青龍、青龍の効果 でナービーが、この辺の敵もあれかな、ロード・オブ・アルティールのあれかな、こんなに痛いような気がするんだけど、ちょっと違うかな、急流カジキ釣り大会、はあ、謎の魚の釣りまくれ、はあ、はい、マスター、ああお呼びになりましたか、すごいぬるぬる動作、てかなんかすごいロード・オブ・アルティール感が否めない、これはコラボ中だからだろうね多分ね、プレゼントがいっぱいあるぜ、プレゼントは全部受け取っちゃうぜ、これで少しは楽になりますね、だから何マスター、何や何に使うかわからないまま受け取ってしまったな、まあいいでしょう、よくね、受け取りレシーブするからね、これいいですね、はい、で洗濯物の取り込み終わりました、ロードオブアルキューだ、次お夕飯作ります、完全にロードオブアルキューだ、いろいろあるんですね、12人と時間に1人ガチャを引いて、おめでとうございます、カッパーベア、何に使うか全くわからないが、とりあえずガチャでしょ、ガチャ選択、さあこれだ、ピコのピックアップ、精霊石2500個で10回引く、私は精霊石を何個持っているんだい、どっちが精霊石、あ、こっちお金だから8900の方かな、一般ステップ目初回限定、待って2ステップでさ確実に手に入るとかどうか書いてなかったっけ、これさ1ステップ5000個で初回半額だから本来5000なんだけど2500で引けるよか、でも今8900あるからさ、で、ステップ、あ、ちょい、いわゆる限定ビーゴを確定するのが、ステップ12か、ごめん、ステップ2じゃねえわ、12だと。あーいいねー、このピコちゃんの可愛さよね、一番好きだったよ、ロード・オブ・アルティールで。ダーリアスクだって。カミラさんも嫌いじゃないけどね、よっしゃ、じゃあ、とりあえず引こっか。もう2回は引けるね、2回はね、2ステップまで行けるよ、2ステップ。まあ、引くためにリセマラというのをやらんこともないって。さっさと言ったら、一応これで演出2回目なんで、一応資格対象があるが。ここでティピン、変わんないの分からんな。お、金が来た。もうこれ引いたんじゃないこれ。お、2個あるよ。これはしかもピックアップで多分確率上がってんだよね、ピコの確率。これは勝ったか、ワンキルか、ワンキルってなんだったんでしょう。SR の方。で、ああ。まあまあこの辺は見ていきましょう。
レア、レアね。からの S レア、はい。いやいや、まあね、イラストだ、似てるけど、違うな、似てたわけじゃない。来た？誰だ？誰だ君は。なんか全然 A 違うね。あ、逆か。あ、アリエスか。あ、そういうことか。これ先に出てんのか。そういうことね。だからか、なんか違和感あるなと思った。先に出るんだって、アリエス聞いちゃったよ。ちげえ。アナホリマリナ。ちげえ。君、おられたいでち？いいえ。エミリアです。ロステク的なアイテム、お持ちですか？なんかすごい既視感があるな。マドレーヌだよ。おやすみ。マドレーヌ。レノアよ。タンパク。あの、ロレッタ、ロレッタ、フォレスト。ああ、やっぱささやかな子もおるよね、ちゃんとね。それならいい。テュールと申します。ここ、魔道書たくさんあります？なんか結構いろんなキャラに既視感があるんだよな。まあ。イオと申します。以後、お見知りおきを。はい。リディア、参りました。目が。この身、自由にお使いください。よろしいんですか？愛と正義の剣士アリエスです。皆さんどうぞよろしくお願いします。アリエスか、ピコは？まあ嬉しいけどね。え、これピックアップの確率ってどうなってん？あ、ピコとアリエス出現率がアップしてるから、まあアリエスの方にいた感じか。これはUR もあるんや。まあ言うて私が推したのは SSR やからねって。待って、ピコって UR じゃねっていう話なの実は。待って待って、あの、ん？あ、UR か。 UR じゃ思えんな。なるほど、そもそもの確率の差があったわ。 1% で、多分ちょっとピックアップされてんだよね。何パーになるか知らんけど。で、今 6%、 まあピックアップで補正が入ったアリエスを引いてきたぞ。もう一枚入れて SSR 引いたから 6% を華麗に引いてきたわけだ。あ、引きはいいんだろうけどな。もう一回引こうか。で、2ステップ目でアリエスが、そうか、アリエスが2ステップで確定するのが今、まあ、だからアリエスと、なんかその、なんだろう。これ多分ダブることにメリットあるよね、多分ね。で、ピカーンってなった。ここで金になる。あ、なるね。これはいいのでは？あー、1個しかない。てか待って、そもそも UR。UR の演出って絶対出てないじゃん。てか、絶対これも UR ないもんね、これね。UR がないな。もうダブり始めて。もう早くもダブり始めて、あんまり演出がないっていう。さあ、誰？あー、知らん子やね。弾けませんでしたー。 UR だもんな。 UR だから弾けんよな。拙者は楓、よろしく。ソラ、空腹の虫が。癖があるけどな。アキホだ。人付き合いは苦手だが、よろしく。その頭の羽は紙なんですか？紙じゃないよね、さすがに。シスターコレットです。よろしくどうぞ。いかつい。メルビーよ、好きなことは楽しいこと。いいね。そうだね。終了。終了。終わったな。終わりましたね。ちょっとじゃあユニット編成するか、とりあえず。アリエスちゃんをパーティーに入れてあげるか、せっかくだろうな。で、なんか多分コスト費みたいなのがあるんじゃないか。最大1部隊6人から編成できます。最大5部隊まで同時運用。同時運用ってどういうこと？そんな、なんか招待を組んだ気がするかな。ガーディアン編成した部隊のステータスがアップするよ。ガーディアンバーストが発動可能。ちょっとよく何言ってるかわからないですね。バトルで戦闘になったメンバーの代わりに参戦できるよ。なるほど、サポートユニットも設定しておくといいですけど、とか。とりあえず SSR パーティー編成したらいいんじゃないでしょうか。っていうのは安易かな。なんか今、なんか出てたな。なんだ、なんか、相性みたいなのがあるのか、実は。関係ないかな。この子とこの子を一緒に組ませておくといいぜ、みたいな。ユニットガーディアン、そこで。で、なんか人形みたいのがあるってことか。はぁ、ちょっとロマサガ的な要素が。とりあえず、せっかくだから、
この陣形の通りに配置するのがおされなんじゃないかということで、これコストとか大丈夫なのかな。もうなんか問答無用で SSR パーティーを一に組んだんだけど、多分これさ、第一部隊だけ強すぎて、やっぱり私の力が必要なのね。第二部隊がクソ弱っていうパーティーに、もうとりあえず第二部隊で敵に組ませていただいて、あ、これもしかしたらあれか、自分では場所置かなくてもその場所に置くのか、陣形設定しとくと。あれ、なんか棒を投げたの、なんで、あれなんでや、このユニットは第二部隊に編成されています。どういうことやね、これ第二部隊やん、あ、これ同じ人なのかな、もしかして同じ人これ、あ、違う、あ、ダブってただけだった、ごめんなさい、なんでもないです。陣形はこれしか、あ、何個かあるね、うん、まあいいでしょう、まあ、とりあえず触りだけ見たいんで、一回とりあえず適当に、あー、そういうことか、ダブって、別部隊には出張できないってことね。これダブったからどうしたらいいのかな、ね、アリエスちゃんってダブってたけど、一人しかいなくね、あ、違う、ダブってないのか、そもそもまだ持ってないな、なんか手に入るのかな、それとも、もうなんかプレゼントが届いてるってことかな、うん、私が偉い人、じゃあ適当にガーディアン、後ろがいいよ、ガーディアンっていう、ガーディアンはガーディアンでガーディアンスキルみたいなもんだったら出さないってことかな、うん、じゃあこれでいきます。うん、強化もできる、うん、結構育成要素ありそうだな。はい、マスターお呼び、いろいろあるんですね、おめでとうございます。あれ、なんかもらえなかったっけ、もう次か、3ステップ、はい、マスターお呼びになりましたか。3ステップでアリエスちゃん確定だったっけ、ちゃんと読む、3ステップだったね、ごめんなさいね、今2ステップの処理でない、はい、マスター、じゃあイベント、お呼びになりましたか、行こう。さあ、このロード・オブ・アルティーレの全部一回やってて、触るだけ触るか。で、イベントポイントでイベントガチャができる。このガチャで聞けると。うん。よし、行くぜ。でも、バトルは、試練の塔懐かしいな。試練の塔行くか。いきなり試練の塔。いや、最初はメインストーリーやるか。ゲスト部隊。あー、なんかフレンドさんとかから出せるんじゃないですか。なんか一番強そうな人でいいんじゃない12万1074、12万6400、うん、じゃあ一番上手いです、12万6400、ロンジネスさんに力を、どういう感じなんだろうね、なんか舞台とかの概念がよく分かんないけど、うん、でもう30分やってる、うん、いや30分やってる間に全然進んでないんだけど、ちょっとチュートリアルが長かったかな、まあまあそれはそれか、うん、まあ、このゲームを知らない人のためにはちょうどいいかもしれないし、私も知らない人、正直言うとね、うん、失楽園金婚洞窟、これストーリーもあるわけね、イベント用の、これも長くなりそうかな、もしかして大丈夫かな、もう知らない人がいるよ、知らない人がいるね、しょうがないけど始めたばっかだから、うん、しょうがないね、うん、昨夜さんみたい、うんうんうん、キャラ同士の掛け合いも楽しめる、うん、うん、前人未到の土地だからこそか、でここで出てくると、最初はなんか敵が魔獣みたいなのが出てきて、そいつを始末しつつ、もしくはまあナビたちが戦ってるところに遭遇するかな、うん、そういう流れかな、お嬢様とメイドみたいな関係か、うん、ドワーフの道具、ああっていうところで魔獣が現れて、うん、魔獣先輩が、クマさん、なんでクマさん、クマー、夢に定常のあるクマさん、名前よ、戻ろうとしたらしい、うん、結構ストーリーを読ませるタイプのゲームみたいだね、うん、
どうするため絶対倒していく。うん、ああ、うん、それなんだっけ、そもそも関連するアイテムだったっけ。そこ、それからの、どっちかというと何飛んじゃう感じなのかな。あ、違う、出てくるのか、出てきたーナビー。おお、なぜかこのジャーって書きました。ジャー神井さんは知らない少女たちがどこかともなく突然出現した。おお、そこで終わりで、お、スゴロクみたい。探索アビリティを持つ部隊がイベントを達成するとイベントが発生。ああ、なんかダイスでも振るのかなっていう。各ポイントで探索を行うためにはそこを通過する部隊が対応したアビリティを持っている必要があります。はあ、なんか独特なゲームシステムだね。うん。アビリティを持つ特殊、ああ、なんかこの辺、なんか仮のやつとかか、この辺がやっぱ多分重要なのか。ああ、落としたのは飛んでるといいで、なんか岩は破壊できるこのパンチングみたいなやつ。ああ、これさ、障害物あったら最悪進めないパーティーもあんの。これはさ、とりあえず呼ばないから出撃するよ。はい。ゲストが再紹介します。ああ、置いていっちゃう、置いていっちゃう。敵と遭遇。遭遇したけど、みんな置いていってるから大丈夫これ。大丈夫かな。多分バトルには参加してくれるんだよね。うん。ここは俺に任せとけって。ははははは。懐かしい、この曲。これすればさ、動画、あれ YouTube だったっけ、それ好きだったんだよね、アイドルイベントってさ、2曲か3曲あったよね。あー、夏これ、これは、これくすぐられるな、これはやばい、これはロード・オブ・バルティオやったとこからするとやばいね。夏いいな。どっちだ、これナビーの曲だったっけ、確かナビーさんの曲ですよね。結構いいんだよね、この曲。うん。これ、なんか今選べないと。あれなんだっけ、あ、違う、上、顔写真選べるけど、下、下を触るんだ。さっきはさ、ゲージ、関係ないのかな、誰が殴ろうか関係ないのかな。こういう手はどう思う、癒しの天使メルピン、いかがでしょうか。これこそコラボって感じするよね。まだまだいけるよ、いじめ効果つって。細かく回復が入る ね、いいですね。まあ、たまたまこの、まあ言うて誰かの頭脳なんだけどね。うん、誰やらせてもらおう。正義の剣を喰らいなさい。喋るのいい。やっぱ攻撃あるのに頼む。攻撃があった。このままバーストなしで倒した。倒した。愛と正義に勝利。で、スピードアップもできるよってね。うん。っていう感じの。とりあえずこの1マップクリアしたいね。うん。休憩中。の置いてってない。あ、でラストここがボスみたいな感じ。第2部隊、あ、そういうことか。やっぱあれか、今第1部隊が動いて、あ、なんかちょっとこれ難しいね。ちゃんとあの第3部隊まで設定するべきだったね。あなたを成敗します。は、この曲畳みかけますか。銃の星や曲パターン何パターンがあるか。そんなことを言っている余裕はありませんね。このパーティー勝てないんじゃないかな。まだ育成してないからみんなレベル1なんじゃない、これ大丈夫。さあ、様子見で。あ、ダメな。これで持てばいいけれど、こんなものか。この曲ってそうだよね、ロード・オブ・バルキューにこんな曲あった気がするんだけどな。うん、おのれ、コラボ演奏がコラボ曲が流れるんだろうな。うん、畳みかけますか。わかりました。そこですね。主よ、この者たちにお力を。火力が足りない。よし、お腹が空いて、死んでしまった。動けません。死んでしまわれた。最初から結構難しいな。はあ、あ、これでなんかあれか、今
サポートの人が出てきてくれて人形が苦手な獲物ですけど、新しい人形やってみるか。そこです。属性まだまだいけるよ。ダメージパッド、いい当たり、強い敵が強い。よかろう。あーなんか、ちょっとまた下のあのグレーズで止まってから最後に来たって感じ。あ、ウィーついていく。お役に立ててよかった。勝てるな。一応勝てる、勝てるねってなんか。じゃ第三部隊が一番弱いんじゃないか、大丈夫か。あーこの 1,2,3 って繋がりだね。で、今第一部隊が先陣を切りました。でも、もういないか。あ、さっきのやつあれボスか。さっきのやつボスっぽかったな、そういえば。あの鹿みたいなのがボスだったのか。はあ。まあだから結構パーティー編成大事かもね。てかあの舞台の役割決めた方がいいね。バトル用パーティーと探索するパーティーとか決めた方がいいってことか。そういう感じかな。まあなかなか面白そうではあるね。ああ、これでまた、またこれ3ステップとか狙っていく。で、アイテム一本ゲットしました。うん。で、イベントポイントゲットしました。フレンド申請はしません。私がそこまでガチになるかわからないんで。っていう感じで、で前半と後半があります。とりあえず試練の塔見てみれば。よくないな、そのゲストの人が多分いたんだよね。あれゲストの人が、あれ総合力がプレイヤー舞台と大きく離れているフレンドゲストは表示されません。ああ。多分、じゃあ表示する。これ結局さ、どういう編成だったの？よくわかんなかったの、そういえば。結局さ、その、選んだけどさっきいたのかなフレンドさんは。よくわかってない。よくわかんないままやってんだ。それは申し訳ないって感じだ。わあ結構、あゲストいるな。さっきゲストいなかった気がするんだよ。いたゲストさ、ゲストの人いた。なんか1,2,3 舞台しか見なかったんだけど。あゲストの人がバトル、ゲスト戦闘開始。多分これ楽勝でしょ。ゲストの人は強いからね、私と違って。なんかちょっと面白いですね。てか結構いろんなキャラクター、あでもレベルとかは、もう見た目がすごい。なんかオートプレイとかないんかね。あオートプレイあるわ。オートプレイにしますわ。もう。ほらしっかりして。火力。てか待ってなんかもうすでに敵がクソ強いんだけど。レベル80とかなってるから、この火力さっきまでの私の何百とかさっていうダメージで倒せる次元じゃねえんだけどここ。はい、すいませんでした。これはちょっともうフレンドさん火力が、いやでもすごいな、みんな強いですね。次はスピード上げるね。切り捨てます。2倍速。痛いよ。私の槍は全てを貫く。火力負けません。火力は桁違いだぜ。3倍速もいけるの。目をそらしちゃダメよ。確かに大勝利。最大3倍速ですね。これはバトルはゲストの人にお任せしないとどうにもならんね。ボスの時に、ああ第二部隊がボスに絶対殺されるんだろ。瞬殺やろこれ。待って、もうしょうがないな、戦うしかない。強そうだけど負けない。ボスもオンだ。そこですね。フロントリンクどういうこと、わかんない。主よ、その見技をここに。リンクってなんだろうね。わかりません。これでどう？わかんないで頑張れ。お腹が空いて。まあみんなワンチューするのが目に見えていますが、サポート部隊が助けに来てくれてありがとう。頑張れ。だい1割ぐらい削るんだ。主よ、この者たちにお力を。リンクってのはよくわからない。これやるとフロントがオートが投げてくれるからね。どうか仲間たちを。頑張って。ああ一応でも全然違う。減ってない。減ってない。ごめん。ごめん。全然出せません。攻撃だけだった。戦いのすべてじゃないわ。桁が違うもん。いやあ。悲しい。どうか。悲しみを背負う。これはゲストパーティー以外何もできんぞ。ああ行かないで第三部隊。これ手止めたいんだけど、どうしたらいいのこれ。もうみんな行っちゃうとかなんか。ああゲストありがとう。このゲストの人が勝てなかったらもう知らない。
ま風か。お嬢様にあだ出すお方は、フロントメンバー強そうなんで。私が打ちます。あー減る、あ減ってる減ってる、あー減ってる、頑張れ。あー強い。でも5000食らってもまだ全然、まだ全然2割ぐらいしかない。切り捨てます。あー勝てそう、余裕。あー強い、あー強い、少しはやるようだな。あーでも強い、あー強いな、この神切りがめちゃくちゃ強い。全体1万か。もう少し、さっきの硬さは感じますね。さっき私全員1万5000くらいだったから5000ダメージぐらいカットして、結構ギリギリじゃない。でもあの下のゲージはたまんないから大丈夫。早くそらしちゃダメよ。勝ったー、勝利。だからフレンドさんゲーいいのかこんなんで、うん、よし、もうボスはいない、クリアしたも同然、うん、ゴール。やったぜ。これもなんかイベント、一応イベントストーリーなのかな。おうおう、めちゃめちゃレベル上がりそう。うん、うん、んこれはあれか、あ全然高くないんだけど、あこれはあれか、いえ私程度が申請しても何の価値もない。レイドボスもいいんだ、マジで。レイド戦もあるんだ。あそこがそうか、異世界からの所有者だっけ。クエストクリア後に一定クエストレイドボス、あ今そういうことか。じゃあちょっとやるか。1時間コースなんだ。あれキマイラしかいないってこと。ここにチェックついてるからここってこと。トビウオ、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 ヤドカリスライム、クラーケン。あクラーケン減ってんね。いやでも私が挑んでも何もできないそうだけど、減ってるやつ投げに行くわ。大丈夫、これお茶を濁したりしないかな、私が参加して。3部隊ステージに RT をしよう。 RT RT ってのはどうだ、上か上の、これか、これがレイドポイントってやつだな。3466まである。5部隊、まあ、3部隊しか設定してないからな。3部隊で行け、うん、行け行けどんだけ減らせんだよ私の拙い火力で。まあ結構遊べる要素はありそうですね。ただならぬ雰囲気、危険です。マスターさん、ますますあるよね。オートバトルだ。あれボス中がオフになるから、どうもこれ頑張って。まあオートに依存するなってこと。ノーダメージ、ノーダメージ、レベルが、これでも食らえ。はいはい、やらなきゃよかった、やらなきゃよかった。レベルだ、あ、避けた。嘘だろ、こんなとこで。ただのフルボックや。なんて、ただの自殺。ただの自殺じゃないか。この魔導書で言わせればいっぱいに。行け行け、ゼロダメージ。いやー、魔導書たち、いっそー。いやー、悲しみそうわ。やってはいけなかった。やってはいけなかったね、こんなことは。そこではまだいけるよ。始めたての素人がやっちゃいけないんだな。なるほど。ごめん、続いて。動けます。仲間たち、ごめん、頼って。あー、なんか遅延混合像とか懐かしいな、名前。そう、嫌だ。いたな、いたいた。エメラだ、助け。ごめん、なんかみんなごめん。悪いことしたわ。悪いことしたな、これは。余計つけてるよ。何も得ない。やばいな、参加するだけで何かがあるかもしれない。いだだだだだだ。バハムードはこんなグラだったかな？クラーケンいたかな？いたよ。吹っ飛ぶがいい。全体とか多分そもそも当時見えなかったやつだ。ひどくない？ちょっと避ける。これは。ああ。クエストファイルで。いただ。そりゃそうだわな。すみません。もうしばらくやらないです。二度とは言わないけどやらないです。あのモンスター召喚、スッポン君の強化素材はありますか。モンスター召喚ルールっていう召喚なんとか。ほう、クラーケンの技術しました。はい、マスター。これでも一応あれ か参加したことによりもらえたのかもしれない。いろいろあるんですね。で、デイリーイベント、おめでとうございます。まあ、多分参加したら、から参加報酬みたいに、まあ、あのお邪魔になってなきゃいいけど、ね、おめでとうございます。お前が参加したせいで1枠なくなったじゃねえかみたいになったら申し訳ないって感じだな。洗濯物の取
取り組み終わりました、はい、というわけで、ロードオブアルキューデに釣られてっていうのもなんですけど、ジェミニシードをプレイしてみましたが、まあ割とありかなという感じはしますね、個人的には。まあキャラクターがめちゃめちゃ可愛いですね。あ、まだカジキ釣りしてねえわ、ごめん、まだ締めるの早かったわ。これやるわ、魚釣りします。おいしい虫さんだよ。料理をして、料理で多分あれ餌を作るのかな。餌を使用して魚などを手に入れることができる。フィッシングレベルが高いほど大きいサイズが釣りやすくなるため、サイズを競う釣り大会では釣り大会そういうイベントもあるのかな、おもろいやん。とりあえず熊印の釣り絵が1個あるから、それで餌はミミッツくん。これなんかタイミング良く押すとかあるんじゃない。ルールを今日の晩御飯がかかりました。ミミズくん純食、あれ連打だったのかな、分かんなかった。ルール確認してからやるよっていうオチでしたね。まだある、いけ。餌はミミッツくん、よいしょっと。連打なのかな。くーまんまくーまんま、近いじゃ足んなそう。今日の晩御飯がかかりました。おお、釣れた。一回やったか今。おいしそう。キャラクターが出てきたまあまあそれは突っ込んだらあかんとこか。あー釣りえなくなっちゃった。あー今はあれか、水ってから減らなかったのかな。それ優しいね、餌減らない、餌だけ取られたっていうのはないんかな。フィッシングノート、チョークが見れる。魚は釣ってないのか、今魚釣ってないからか。大会ランキングだって。あー399、あーサイズね。やっぱ魚といえばあの大きさを競うっていうとこあるからね、魚拓とかを取るっていう。釣り場も選べるよ。で、料理をすると、罠。釣り、ターン。クエストや釣りでゲットした状態で、ああ、違うな。釣り、これは本当にただ食べ物か。食べ物を作って、ああ、なるほど。なんかあったな、そういう、なんだろう、なんかのゲームであったね、その概念。洗濯物の取り込み、終わりました。モンハンみたいな感じかもしれない。次、お夕飯作ります。パネルミッション、あるんですね。レイドボスを3体討伐しよう。私したの、したの1体、ああそうか、3体いたな。あれレイドボスが3体まとまってるところにいて参加して、いいんですか。もらった。おお、え、ナビもらえちゃった、マジで。え、マジでちょっと待って、いいの。あ、待って、いきなりナビもらえるんだけど、マジでそうなのこれ。あ、そうなん。あ、いいんですか。なんかただ本当にすげえ、ただおんぶに抱っこしただけなんだけど、なんか申し訳ねえっす。いろいろあるんですね。え、もう申し訳ねえ気持ちでいっぱいなんだけど、いいのかな。そのパネルさん見ってなってるんだけど、いろいろあるんですね。あ、ナビゲットしました。あらあら、これさ、ユニットの詳細とか見れんかな。さ、なんか一枚絵とかなんか見たいね。あれかな、詳細が見れるかな。第一部隊一人 SSR の方、誰か発する。それの第二部隊の多さとして配置するか。リーダー変更、ああ一番上がリーダーになるのか。あ、詳細読みでこれか。おお、限界トッパーとかあるね。深夜移動上げたりとか、メダル、レジンレイ、メダルとアビリティは別。なんか結構細かいね、データが。お、ボイスがある。どうも、ナビと申します。ところで、ここはどこなんでしょう。別の世界。なるほど。で、深夜移動に応じてボイスも解放されて、これ結構いいシステムですね。で、エピソードも、深夜移動エピソードもあると、3つあると。アニメーション。ああ、こういうのを見ることができる。で、多分、モーションを選ぶ。モーションを設定することができる。喜ぶと、まあ、表情ぐらいかな。そんなに激しい動きはしないよね、多分。あんまりわかんない。あ、違う、これ再生してねえから。ああ、なるほど。悲しい。小染め。ああ、いいですね。楽しい。楽しい。喜ぶ。で、背景も変えることができるっていうね。屋内だったりとか。まあ、多分背景とかも増えてくるんだろうね。なかなかいいですよね。ピッコピッコしたかったな。
装飾アビリティとかもね、なんか結構あるな、育成要素。うん、へえ、で、能力強化もですけど。能力強化はなんだっけ、アイテムですなんだっけ。あ、このカッパーベア使うのか。ああ。合成をすることで経験ついてるそう。なるほどね。はい、というわけでね、じゃあ無事にナビにもゲットできたんで、ここで終了しますか。洗濯物の取り込み、終わりました。まあ、釣りパートがあるかどうかわかりません。まあ需要があったらって感じですかね。まあ再生数と高評価数で決めたいと思います。まあ何もなければまあ上がんないですけどね。でもまあどうなんですかね。でもあんまり需要があるとはやっぱり思えないかな、どうしてもね。DNM ゲームズは結構ね、まあ大人向けだったりするけど、まあ私の視聴者層は分かんないけどね、言うて。はい、じゃあそんな感じで今回はこの辺でお疲れ様でした。長い動画になってしまったまあいいでしょう。はい、まあちょっとピコちゃんまだチャンスはあるけどね。なんなら実際まだ、あ、でも今1500万であるのか。ワンチャンスですね。まあ結構いろんな良さあるね、明快ダンジョンとか。まあ一通り触ってみたかったんですけど、まあ十分ね結構な時間になってしまったんで、今日はこのぐらいにしておきましょう。ではではまた釣りパートがあればお会いしましょう。さようなら、バイバイです。